今日の一問一答ですね。介護支援分野。介護保険制度創設という単元になります。次の記述は正しいか誤りか答えよ。問題。措置制度の老人福祉制度によるサービスでは、利用者が自由にサービスを選択できなかった。措置制度の老人福祉制度によるサービスでは、利用者が自由にサービスを選択できなかった。というふうにありますが、これはその通りで丸。 になります昔っていうのは高齢者介護のサービスっていうのは老人福祉法でで提供されていたわけですね今は訪問介護もデイサービスもショートステイも特用に入所するなんていうのも全部介護保険法になっていますけれども2000年までは介護保険がスタートする2000年までは今言ったものは全部老人福祉法によって提供されていたわけなんですねでこの違いは何ですかと昔の老人福祉法と今の介護保険法の違いは何ですかと 違いはいくつかあるんですけど、一番ぐらい大きな違いというのは、これは老人福祉法というのは措置制度、で、介護保険法というのは契約制度というところですね。老人福祉法は措置制度、で、介護保険法は契約制度ですね。で、措置っていうのはこれ行政処分のことになりますから、まあ老人福祉法というのは、まあ社会保障としての役割なわけですね。セーフティーネット。 まあ老人の福祉ですね、老人の、まあ、高齢者さんと言っていいですけど、高齢者さんのまあ生活を見るということですね、その社会保障としてのセーフティーネットがなかったら、まあ、高齢者さんというのは、一人で暮らしていけないと、自分一人では自立できないとなったときに、誰も守るものが、国家が守らなかったら、そのままその死んじゃう人とかっていうのもいたりしますよね。えー、でもそうなってはいけないので、まあ、生存権というものがありますから、日本には。あのきちんと国家が保障しますよと、そのセーフティーネットを張りますよと。 この,そのセーフティーネットのです、ね、役割というのを果たしているのが、老人福祉法というものなんですね。なので、これは行政処分ということです。あの生活保護なんかと一緒ですね。生活保護というのも、まあ、国家保障ですよね。社会保障ですよね。国家が保障するというセーフティーネットですよね。最低限の部分を保障するという。で、老人福祉というのもそうなんですね。老人福祉法というのもそういうような位置づけだったんです。ですから、まあ、行政が全部決めるということです。生活保護なんかというのも自分であれこれ決めたりできないんですよね。 助けてもらう方っていうことになりますので、いくらいくらいの支給ですよとかっていういろんなことをこの行政側が決めてますよね。老人福祉というのも同じということですね。ですけど、介護険というのは違います。これは本人が自由に自分で決めれるという契約制度ですので、どこのデイサービス事業所を使おうかなとか、どこの訪問介護事業所を使おうかなとか、どこの施設に入所しようかなっていうのは、全部自分で自由に決めることができますよね。 事業所もそうですし、サービスの内容も、そのサービスを受ける量というのも、全部自分で自由に決めることができるというふうになっていますね。これが契約制度というものです。行政がサービスの内容とか、あるいは事業所とか、そういうものを全て決めるという、この措置制度から、今は本人さんが全部自分で自由に決めることができるという契約制度へと移ったと。革命が起きたわけですよね。高齢者介護に革命が起きた。 ということですね。こういうような時代背景というのがあるわけです。まあ、何でもかんでもこう決められるというよりかは、まあ、あの自分で決めることができた方が、これはまあ自由度が増していいですよね、えー、自己本位ということでいいですよね？ ということで、まあ、いい方に変わっていったというふうに見ることができるかなというふうに思います。で、契約ですけれども、きちんと社会保障の側面というのも残したわけですよね。ええあの昔は行政が全部自分で、行政が決めていたと。で、今は全部自分で自由に決めれるようになった。契約できるようになった。その代わり、今は全部自分で負担しなきゃいけない。全額自己負担ですっていうんじゃちょっと辛いですよね。ですけど、そうじゃないんです。ちゃんと社会保障としての側面というのは残しているんですね。社会保険ですから、今自分で自由に決めれるようになったけれども、まあ、その費用の1割負担 すするだけけででいいわけですね9割というものはその保険から出るということできちんと社会保障としての社会保険としての部分ですねそういった側面も残して、まあ、自由に選べるようになったということですからまあよく変わっていったというところですね、まあ、そういったような捉え方をしておくといいかなというふうに思います。ということでえ今日の問題ですね。措置制制度度の老人福祉制度によるサービスでは 利用者が自由にサービスを選択できなかったというふうにありますが、これはその通りで丸ということになります。今日の一問一答の解説は以上です。